こんにちは、金黒です。2023年6月20日に、アライテントから発売された、ダブルウォールで 1kg を切る軽量な三角テント、SL ドームを買っちゃいました。金黒レビューチャンネル。登山でテント泊に行くと、テント場で一番よく見かけるのが、モンベルのステラリッジをよく見かけるんですけど、その次によく見かけるのが、アライテントのエアライズです。モンベルのステラリッジはモデルチェンジされた時に軽量化され、アライテントの方はトレックライズという軽量なモデルが出たんですけど、さらに2023年6月20日に 1kg を切る SL ドームというモデルが発売されました。 SL ドームは長さが2メーター10センチで、幅が1メーター20センチ、全室が38センチで、高さが95センチの2人用のテントで、お値段は税込み64,900円です。重量はテント本体とフライシートとフレームの3つを合わせて 980g でした。またこんな感じで一緒にグランドシートも付いてたんですけど、グランドシートは重量が 200g です。そして同梱されたものとしてペグが12本付いてました。ペグをちょっと出してみますと、こんな感じの四角いペグで、ペグの重量は1本が 17g でした。そのペグがなんと12本ついてて、必要なペグの本数が9本なので予備が3本ということになります。全部持っていく必要がないかもしれませんので、10本持っていってもいいかなというふうに思いました。他についてたものとしてはシームコートと、あと取扱説明書がついてました。本体とフライシートと専用のアンダーシートとペグ12本をそれぞれのケースに入れた状態で重量を測ってみたら 1051g でした。そしてフレームの方は2本入ってケースを入れた状態で 288g でした。2つを合わせた実測の重量は 1339g になっていました。金黒レビューチャンネル。グランドシートを取り出してフレームも取り出してみました。そしてグランドシートを良さそうな位置に広げてみました。ポール2本を組み立てていきます。予備の修理用のパーツもついています。もう1本組み立てますね。でテント本体を広げてみて、そしてポールを通すんですけど、アライテントはスリーブ式になっているので、スリーブの中に2本入れてから、ちゃんと奥まで入るように入れたのを確認して、止めていきます。角の輪っかの穴の中に入れる感じで組み立てます。2本同様に組み立てると出来上がりです。出来上がった感じがこんな感じです。少し入り口が右に寄ったようなデザインになっています。後ろに回ってみるとベンチレーションがついています。このままだと虫が入るのでちょっと絞ってみました。今度はフライシートの方をかけていきます。フライシートは先ほどのベンチレーションを後ろにして、あとグランドシートの輪っかの部分を通して、グランドシートと連結するようにフライシートを留めました。カチャンとはめる感じです。今度は対角の位置を同じようにグランドシートの輪っかに通して、そして残り2箇所も同様にカチャンと連結していきます。持ってみるとすごい軽い感じでした。そして四隅をペグダウンしていきます。
そしてテント中央にガイロープで止めれるようになってるんですけど、今回は止めませんでした。強風の時は止めた方がいいと思います。そして前室の部分もペグダウンします。そうすると出来上がりです。ぐるっと回ってみてベンチレーションはこんな感じ。開けてみましょう。入り口の部分はくるくるっとまとめて束ねて止めることができるようになっています。そして前室に靴を置いた感じがこんな感じです。開けて入ってみましょう。入り口の部分もくるっとまとめて止めることができるようになっています。それでは入っていきます。私は身長183センチなんですけど、中で着替えができるぐらい高さには余裕があります。入り口の部分も一旦閉めてみましょう。そして下の部分には風が通るようなメッシュになっています。反対側はポケットがついてて、ベンチレーションがあって、あと照明やロープが通せるループが5つついています。183センチの私が寝っ転がってみるとこんな感じです。幅はカップルや夫婦だったら2人でも十分使える大きさだと思います。そして大きな雨でも大丈夫なぐらいバスタブが立ち上がっています。入り口が少し右に寄っているのは出入りがしやすいようにどうも右に寄っているようです。カネクロレビューチャンネル。実は今までも登山をするときは粗いテントを使っていました。私が持っているテントは2人用のドマドームメッシュとドマドームライト、それぞれ2人用のものを持っています。どちらも重量としては2キロ超えなんですけど、今回購入した SL ドームはちょうど半分以下の重さに軽量できるので、しばらくはこの SL ドームで登山のテント泊を楽しんでみようと思います。